皆さんこんにちは、マーティーです。今回の Vlog は、いつもお仕事でお世話になっているコールドプレスジュースを作っているこよみさんで、今日はガラスと、店内の黒板に、文字とねイラストを手書きで書かせていただきます。この入り口のね横の部分のガラスに、ウェルカムとオープン、あとは開店時間等の、まあ、情報とイラストを書かせていただくのと、あとは、店内の黒板の、まあ、同じものを書くんですけど、前回書いたものと合わせて、テイストを合わせていくっていう感じで今日は書かせていただきます。こんな感じのイメージでガラスのところに描いていこうと思います。まあなんかねイメージとしてはこう満天の野菜がこうたくさんのね野菜たちが、お店の入り口で迎えてくれるイメージをここに描いていこうと思います。ではではガラスの作業に入るんですが、あれですね、ガラスに描く場合は裏側から、描いてこう外の雨なんかの環境に影響されないように描いていくんですけど、反転して描かないといけないので、まずは表側にラフで描いて、でそれを裏側からトレースするっていう形で今回はやっていこうと思います。はい、では早速まずはね表側に、ラフを描いていこうと思います。
はい、そしたらですね、この外側からのラフがかけたので、内側から綺麗にね、清書していこうと思います。で、内側から描いたら、まあ、外側を消すことで、外のね、天候に左右されずに、まあ、綺麗にこうイラストをね、保つことができるという感じになります。では、内側の作業スタートします。はい、裏側から清書が完成したので表側を消していきます。はい、ということでですね、外看板完成でございます。結構、まあ、ちょっと反射しちゃって映像だと見づらいんですけど、まあ、外から遠くから見てもね、パッと、オープンしているお店の開店時間が分かるような感じになったと思います。いい感じです。次はですね、中の黒板のちょっと手直しをやっていこうと思います。
はい、ということで今回は淡々と制作 Vlog だったんですが、いかがだったでしょうか。こよみさんね、すごい新鮮で美味しいジュースが飲めるので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。マーティのね、描いた黒板やガラスのイラストもぜひシェアいただけると嬉しいです。では、今回の Vlog はこの辺で終わりにします。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。ではでは、今回の動画はこれで終わりにします。バイバイ。